あなたはメカジキ2番隊の隊長。あなたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡津見島の平和があるんです。自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが、当時タタラスナにいた時、あなたをお見かけしたことがあります。両軍が対峙する中、人前秘部で何人もの幕府武士と戦っていましたよね。かっこよかったです。何か自分に手伝えることは？何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない。確かに自分も感じていました。多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう。戦場では犠牲になる可能性が常にあったので、皆さんすごく気を張っていましたし、そんな状況下で戦争がいきなり終わったため、皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよですので心配しなくても大丈夫です。少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよ。それ以外だと自分には心当たりがありません。ですが三五宮様がいる以上、渡津見島に危険はないと自分はそう信じています。それに今はあなたも戻ってきましたので、より安全かと。何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってください。すごく親切な人だったな。他の人にも聞いてみよう。何か自分に手伝えることは？平和、最高だ。ん？なんだか見慣れた顔がどこかで見たような。誰だったか思い出せない。だが敵じゃないようだな。何か用か？みんなに落ち着きがない？そうか？全然そうは感じなかったが。普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな。俺からすりゃあいつらはいつも騒がしいからさ。せっかくの平和なんだ、ちゃんと味わっておかないと。ここで日向ぼっこして海風に吹かれる。俺のやるべきことはそれだけさ。悪いな、お前たちの質問に答えられなくて。三五宮様に聞いてみるといい。あの人なら何でも知ってる。うわぁ、もう眠っちゃいそうだぞ。これ以上邪魔するのはやめとこう。何か用か？休憩の邪魔をしないでくれ。いいさ。和平交渉に同意するなんて、三五宮様は一体何を考えてるんだ。ああ、天領奉行の奴らは全く信用できない。奴ら秘密裏にファデュイと結託して俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ。本当か？それは確かなんだろうな。もちろん本当のことだ。俺たちの仲間がファデュイと対峙した時、陰謀を企ててる奴らを見たそうだ。やっぱりそうだったのか。天領奉行の奴ら未だに横島な心を。三五宮様はやはり甘い。奴らを簡単に信じるなんて。静かに、誰か来る。何を話してたんだ？隊長、戻っていたんですね。さっきのこと隊長に言ってもいいか？やめておけ。この人は三五宮様に買われている人物だ。彼も和平交渉を主張するかもしれない。隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ。いや、でも確かに用心に越したことはないか。その隊長の帰還歓迎します。こちらは何も異常ありません。全て順調です。三五宮様は村にいると思います。隊長もそちらへ向かってはいかがでしょう。おい、なんかこそこそ何かを言ってたような。でも言いたくないなら仕方ない。まずは村に行ってみようぜ。報告、すべて順調であります。三五宮様なら村にいると思いますよ。